こんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでね、この動画を一旦止めていただきましてごこに記載されている第1条から第7条の文言を一部聞く読み飛ばすことなくお読みください どかかい,いかしら、ね、承諾できないところがありましたらこの動画の続きを見ることができませんのでここで終わりにしてくださいすべ、えー、てのね文言に承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいね、えー、ステッカーを販売しております LINE お気をつけください 令和元年11月25日月曜日暗号一産サコイン中野研究会今日はね、えー、2本目の動画になります今月はね全然動画アップロードしてなくてですねびっくりしましたね、えー、11月1日にアップロードしただけでねあとは沖縄に行った時にねあの20秒ぐらいとかを、えー、っとアップロードしただけでね海に あの海の、ゲブタンソンの、ね、海の近くのレストランでピザ,ピザとか買ったんですよね、はい、それだけでしたね、まあ、忙しくてね、本当に、沖縄には3泊6日してましたね、3泊6日で、えー、主に、ね、那覇のホテルに泊まってです、ね、ホテル泊まって、那覇で、ね、FX の個人コンサルティングをね、個人コンサルティングも、まあ、 パソコンの業者ですよね、えー、やってただけですけれども、えー、たくさんお会いして国際通りでね、まあ、食べたりあとは88っていうですねステーキ屋さん行きましたね、まあ、本当はあの、えー、今いろいろ行きたかったんですけどねサムズのステーキとか、ね、行きたかったんですけど、まあ、88ステーキに行きました美味しかったですね 沖縄はね、やっぱりお肉が美味しいですね。豚も、鶏も、牛肉も美味しいですね。本当にね。はい。それで今回はね、待ちに待ったまあ、FX をやりたいと思います、まあ。ビットコインもね、ちょっと見てみましょうか。えー、本日のお題は FX で億万長者になるための理論と方すよね、やります。ちょっとね、えー、ペン、これ無料でね、ペンインストールしました。 これね、やりたいと思います。ぐちゃぐちゃになっちゃいましたね。はい、それではまずね、まずね、ビットコイン見てみますかね。ビットコインの価格をね、ちょっと見てみたいと思うんですけど、落っこいちゃったよね。ビットコインね、落っこっちゃいましたね。上がったんだけど、落ちたんだよね。 72万3450円だもんね。ああ、これは困りましたね。ずいぶんね。ずいぶん困りましたね。この辺で停滞してたんだけどもか。9月26。うん。で、下がって、爆上げして、110万ぐらいになったんですよ。これね。して、また下がって、今もダメだと。だ結局、ここのね。 10月24日でなんで上がったのかって言ったらですね。まあ、これはあの、中国政府が発表したんだよね。ブロックチェーン技術を、えー、ベンチャー企業を育てると発表したんだけど、<laughs> 最近になってやっぱりやめたと。あらゆる仮想通貨、ブロックチェーンは規制の対象にするというふうにね、えー、手のひら返したんですよね。それってやっぱりダメじゃんって言って。 ダメじゃんってで下がってきましたね。それで。まあ、これは2017年の年末ですよね。爆上げして、で下がっちゃったと。で、去年は、えー、カルロス・ゴーンさんが捕まって下がって、ファーウェイの副会長が捕まってまた下がって、一時30万円台、36万とか7万までいっちゃって、えー、ようやくね、今年の いつかな ?4 月1日ぐらいか。3月31日ぐらいから上がってきたよと。そして一時ね、148万まで行ったんだけども、またギコギコって言って下がっちゃったということですね。で、今後どうなるのってことなんですけど、まあ、見てわかる通り下がるしかないよね、これね。さまあ、ものすごい下がってますね、これね。冷やしでもね。冷やしでもすごい下がってますね。 うんまあファンダメンタルニュースってのは僕のところにも入ってないです。入ってこないですね、最近ね。まあ、1時間足で見ても、ひどいもんですね、これね。うーん、まあ、早めにこれを <laughs> 手放しちゃった方がいいですね。うわぁ、ひどい目になって、まあ、また35万くらいいくんじゃないですかね、これね。うんん、36万、35万くらい行くんじゃないですかね。 うん。まあ、年末にかけてどうなんですかって話になるとすれば。うん、そうだなちょっと待ってくださいよ。12時間足。うん。こんな感じですよね。 元に戻ってきちゃったって感じですかね。まあ、こ,この波が大きかったんだよね、こうやってね。ちょ,ちょっと小さい波になっちゃったうーん、やっぱりだからちょっと振幅が小さくなってくるかもしれないね。そしてペナントフラッグとして、まあ、こ,うこうだよね、ペナントフラッグで高値切り下げ。 底値を切り上げこんな感じの三角形のも三角持ち合いになってくるんじゃないですかねうーんそしてうんそうだねここのところもうちょっと下行って上がって下がってこうなってくるんでしょうねうーんなんでしょうねだからまあほんでまあちょっと来年いっぱい 動きが見れないかもしれないですね。で、再来年になって、まあ、こう行くか、上に行くか、えー、三角、三角のペナントフラックでもこう下行っちゃうかですね。うん、まあ、マイナスにはならない。ここは0ですからね。0、まあ、0付近っていうか、まあ、1万か2万ぐらいになっちゃうか。まあ、そこが300万、500万、1000万になるか。まあ、こっちの方が、 確率は高いと思いますけどね。うん、まあ、ゼロにはならないと思いますけどね。まあ、こんな感じだと思いますね。うん。まあ、こういうマーケットキャップ見てみましょうか。うん。 あ、時価総額19兆円になっちゃってる。あれ、ちょっと前二21兆円でしたよね。19兆8300億円になっちゃってますね。わあ、もうダメですね。イーサリアムも、この24時間で10%下がってますね。うリップル22円。リップル22円ですか。えー、下がりすぎじゃないこれ。 ええー、うそ <laughs> ちょっとビットバンク見てみましょうか。ええー、22円ちょっと待って、これビットコインでしょ。リップ、うわぁ。あ、ここ、あ、今日一気に下がったんですね、これね。朝8時にね。<laughs> ちょっとってくださいね、これどんだけ下がるんですかこれうわ前代未聞の安さなんですね22うーんまあだからここの爆上げよりもさらに下がっちゃったんですねうわここ数年で本当最低レベルですね22 70銭 きついですねうん。うーん。まあ、ここのね、時価総額がもう19兆円しかないですから、まあ、去年の最低レベルですよね、19兆円ってね、と一緒になっちゃったんで、まあ、これ以上下がるようなことがあれば、 まあ見込みがちょっと薄れてくる感じしますね。イーサリアも1万4000円。うーん。ステラおばさんのステラも安いですね。トロン、う体の枝3.7円ですよ。トロン1.45円ともう前代未聞ですね。これちょっと見てられないですね。<laughs> 見てられないですね。これはきついですね。 まあ、この中で上がったやつってあるのかなすべて見てみますね。す <laughs> べ、まあ、ての仮想通貨の中で上がったやつを見てみましょう。なかなかね、重いんですよね、これね、処理がね。はい、まだドル表示になってますね。はい、終わりそうですね。はい、こ7日間押します。 ああ、9000%以上上がってんのあるんですね。知らないけどね。うーん。まあでもあんまりないですね。上がってんの知ってるものもないし。昔一世を風靡した草コインっていうのももうほとんどないですね。まあ、取引所自体がね、なくなっちゃってますからね。だいぶね。だからちょっとそこら辺はきついなっていうのもありますね。 うん厳しい、厳しいですね。特にリップル、厳しいかな。まあ、リップル持ってる人いっぱいいると思うんですよね。モナコインもまた100円が割れましたね。96円ですね。はい仮想通貨ニュースをちょっと見てみますが、う,ん,うん、まあちょっとね。 まあニュース見てもしょうがないんですけどね。あ、デっポですからね、皆さんね。うん。ビットコイン ETF の話がなくなっちゃいましたからね、ついにね。だからまあ、あんまり期待ができないですよね、今のところはね。また来年に入れば、いろいろなものがで見えてくると思うんですけどもね。 まああの例のノア,コノアコインもねノアコインノアプラチナムコインもですね、まあ、先行き不透明ということでね非常にまあ焦りは募るし疲れちゃったかなって感じをしてます個人的にはねはいじゃ仮想通貨はこんなところですねちょ,ちょっとねビットコインもまずいですねこれまあまあとりあえず落ちるよねここまで来たらね まあ、プラスマイナスゼロのところに維持はされてますけども、まあ、ここをぐんぐんと割ってきたらですね、割ってきたら、ちょ、っと待って。えー、割ってきたらどうかな。だいぶ下行くかもしれないですね。まあ、あの、相場っていうのは円を描いてますからね、サイン・コサイン・カーブですから、 そうだね。40万円か50万円ぐらいまで下がるでしょうね、これね。とりあえずね、とりあえずね。まあ、とりあえず下がっちゃうかなと、感じですね。まあ、そっからまた上がる感じですね。うこうだろうこうか。40万円かなだから、40万円ですね。 うん、ちょっと気をつけなくちゃいけないですね。だからあの、まあ、現物で持ってる人はいいんですけど、FX やってる方はちょっと気をつけなくちゃいけないっていうところですかね、はいで。続きまして、えー、ドル円ン FX ですね。ドル円ン FX なんですが、えー、今朝はのあのー、朝7時スタート、日本時間スタートから上がってますね。 で朝の中値も上がりましたね。えー、中値も上がってですね。まあ、でそのまま、あ、これか。下がったんだけど、まあ、上げるための下げっいうことでね、えー。右肩下がりの場合は上がりますからね。まあ、それでまあ、上がったということですね。あの、ロンドン時間前にね。で、今、あのー、3時59分ですから、もう少しでロンドン時間始まるので、まあ、一旦利んが入って、また上がるでしょう、これね。 うん。利確が今入ってます。何ピップスぐらい入ってるんだろこれ。うん。ま、4.4しか入ってないですね。はい。これ下がったとは言えないですからね、これね。はい。こっからまたググーンと上がってくるでしょうね <coughs>。はい。4時になりましたからね。4時5時、4時5時だと、4時だと、まあ、ロンドンの早出組ですね。まあ、上がってきてますね、やっぱりね。グイ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 上がるでしょう。これ4時。4時と5時にググンと上がるからね。 ぐーんだからで、これ下がってるから、あ、ダメだと思っちゃうんじゃなくて、まあ、これは理覚して、またここからドーンって行こうとするからね。新潟下がりの場合は上がります。新潟、新潟上がりの場合は下がりますね。はい、ということで、これどこまで行くのと、どこまで行くのって話ですよね、これね。まあ、結局ね、あの、1時間足とか4時間足なんか見ててもわかんないから、これ。 ね、これ、あのジグザグ入れてますけど、インジケーターでね、こんな四4時間足とかね、日足とか見ただって分かんないですよ、これどっち行くかね、やっぱり最低でも週足見ないと分かんないですね、私たちは。そして、えー、っと週足見てですね、<coughs> ここがあの1月3日のフラッシュクラッシュですよね、ここ,こで、まあ、皆さん、大暴落を味わったんですね。 でこれが去年ですよね。まあ、去年からこうやって始まってて、円,円がね。で、今年また落ちてるわけですね。ここね。えー、9月。まあ、これ10月30日ぐらいか。ね。落ちてますよね。で、途中でこうやって、一旦落ちて、えー、こう、ま、ピザが1枚食べられちゃったって感じね。ここね。 ピザ1枚分がこんな,土地なかったということでね。うん。そして、まあ、もう一回こうやって円を描こうとしてるわけですよね。これどうなるかってことですね。そして、まあ、ちょっともう少し詳しく見ていきますと、実際問題としては、まあ、こういうのがあると。で、 まあこれがね、あのーあ、ちょっと待ってくださいね。こんな感じですよね。<laughs> で、<laughs> まあここが、あのー、2016年の末ぐらいのこれがサブプライムローン問題が発生して、ドルがアメリカがね、経済が危ないってことで落ちてきて、 最終的にはまあこの辺でえーリーマンショックになってドガン下がったと。で、ちょっとリバッターんだけど、どんどん下がってきたってことですね。はい。で、こう横をつらいになって、こうなってますよね。で、これはまあアメリカのね、まあサブプライムローンとかリーマンショックがあって、アメリカがまあちょっとむちゃくちゃなことやったから <laughs>、押したと。で、ここでまあ、 で、ここはですね、実はまあ、民主党政権だったんでね、民主党政権、日本はね、えー、日本は民主党政権なんですね、民主党政権の時は、なぜか知らないけど、必ず奴隷は落ちるんですね。以前もそうだったんですよね、あの、社会党連立政権の時ね。そしてここでですね、あの、えー、東日本大震災がね、 あったんだよね。東日本、大震災があったんですよ。で、以前も19、えー、1994年もね、こうやって下がってきたんでね、93年から下がってきて、えー、ここ9 75円ぐらいになっちゃったんだよね。ドル円がね、1ドル75円になって、その時に社会党連立政権だったんですよね。村山さんが やってましたけどで、その時にここで阪神・淡路大震災があったんだよね。7十五0十年代突然するとあるんだよね。な,なぜかしんないけどね。まあ、まあ多分陰謀論だと思いますけどね。<laughs> そして、えー、また自民党政権に変わるんですよ。そうするとこう、まあ、今回はアベノミクスですけど、まあ、ほとんど後ろを振り返らずですね。 自民党に変わったわけですよね。自民党政権に変わると、ドルぐら上がっていくんですよね。で、今、自民党政権ですけども、えー、これ、アベノミクスですね。アベノミクスで、まあ、ずーっと上がったと。で、この上げがですね、どの,どのぐらいあるかということなんですが、 えこれ、上げと下げ、大体一全部一緒なんでね、これ、えー、4800ピープスですね。す <laughs> すごいですね、4800ですね、これね。はい。はい。うんこうか ?4800 ですね。だから、で、こっちも四千 ここ、ここ、ここ、辛いっ置だからね。どこまで上がるのって言ったら、あの前回、そのサブプライム、ローン問題と同じ金額まで上がったんですね。ここね。え百、ー、123円、90銭ぐらいまで上がったんですよね。で、これ、簡単じゃんって、こうですね。75円。ここは、前回のですね、まあ、1994年の時のね、あの、 阪神淡路大震災と同じ金額なんですね、ほとんどね。だからすごい簡単で、まあここ、ここ4800、ここ4800、トータルで9600ピプスですよね。9600ピプスあって、これ単利計算でも100万通貨で解けば9600万。100万通貨っていうのは、まあ、XM だったらですね、 えー、まあだいたい余力含めて20万円あれば100万通貨かけられるんですよ。20万円あればね。20万円がまあ、約1億円になるからね。でも、複利でやるとですね、20万円がまあ、約5億円ぐらいになるかな、これな、ね。5億円ぐらいになる <laughs> で。これね、ダブルで儲けた人いっぱいいますね、日本でもねで。こっちダメだとしても、こっちは儲けた人いっぱいいましたね。はい、それで、 その後これですよね。えー、っと、ここですね。アビノミクス失敗ということで、まあ、落ちてきて、こう落ちてきて、で、ここでアメリカのね大統領の選挙があるということで、まあトランプさんになったわけですけども、まあ、トランプさんになったらこれ下がるって言われてたんだけど、あのな,なぜかですね、なぜかだがったんですよね、こうやってね。 はいだから、ここもですね、よくよく、ま、トレンド出てますよね、ずっとね、これ何、何年ぐらい出てたかな、何ヶ月。えー、これはですね、トレンド、まあ、ここだとしたら、49ヶ月ですね、だいたい4年ぐらい下がってるし、4年ぐらいずっとそこ、まあ、たまにありましたけどね、リ,リバリー、はい。上昇ありましたけど、まあ、ずっと持ってればよかったですね、4年間ね。でここも そうだな、ここからここだから46ヶ月 <coughs> なんで4年間 <coughs>、4年間上昇しっぱなしですよ、これ。まあ、しというとここからかな、アベノミクスね。そうすると32ヶ月なんで、まあ、3年ぐらいかな。ずっと持ってれば、もう20万円が何億円、まあ、10万円が何億円になったということですね。まあ、それでまあ非常にね、 まあ古き良き時代っていうか、ちょっと前なんですよ、これね。あの、2007年とか8年とか。で、こっからだったら2011年からですよね。2011年から2014年までは、トレンドが出てましたから、古き、古きちょっと前なんですけど、皆さん億万長者になったわけですね、FX でね。で、今はどうかっていうとね、非常に厳しいんですね。横横ですからね。ここですね。 横横でもほとんど動きがないですからこんな感じでこ,これと大違いでしょでここも儲かるしねここも儲かったんですよねでどのぐらい儲かったかっていうとここアベノミクス失敗かって下がってきたのが2400ピプスですねそして、えー、トランプ大統領と爆上げしたのが、えー、これが1800ピプスですからあの持ってればいいだけですからねこれショート ロング、まあとはこれ横横なんで持ってたら刈られちゃいますよね少しずつ理解していかないとね <laughs> で皆さんわかる通りですね今はえペ,ナあのペナントフラッグですね三角形のペナントフラッグの中入っちゃっててですね、えー、もう先先端の方三角形の先端の方に来てですねもう身動きが取れない状態になってます もうこんな感じで、もうほとんど動かないですね。本当に動かないんですよね。<laughs> そして、まあこれ月き合いですけれども、週足どうなってるかというとこんな感じですね。<laughs> それで、まあ、ここら辺ギザギザしてましたけど、まあ、ちょっと待ってくださいね。ここから見るとですね、えっ、ー、と、大体ここにですね、1本の線が、土台があるんですよね。 ここに土れがまあ、えー、100, 100円ぐらいかな100円そしてこのトランプさんになってからこ,こっちに土台がこっちに移ったんだよねこれで、ね、104円ですねこれ104円104円まで落ちたらまたギューンと跳ね返して1月3日で104円に落ちてまた跳ね返して、えー、今年また104円落ちてまた跳ね返して今に至りますよね これちょっと週足で大きく見てみようと思うんですが、えーまあ、例えばシーテープね、ここが1 0円でしょ ?104 円,10円50銭ぐらいで、これね。で、ここも1月3日落ちましたよね、これね。でこれも去年の3月か、3月に1 0円つけて、1月3日1 0円。 1>, 1月3日ね、今年ね、フラッシュフラッシュで、ひどい目に遭いました。で、ここも104円ですね、ちょっと前の。うーん、まあこれは、セプテンバ1、まあ8月30日ぐらいですね。明日、うちいいのかなと思ったら、また復活しましたよね、こうやってね。そして、まあ、強いて言うと、こんな感じの山ですね、1個、2個ですね。これが、まあ3個目で、ここまで来てて、どうなるかと。 でまあ、これが1個目ですよね。これ1個目。で、2個目ですね。これね。でまあ、3個目。まあ、こうですよね。で、今、今日は上がってますけど、まあまあ、下がる運命にあるという風に思って間違いないと思います。で、これ104円をつけて、ここでまあ反発するのか、それともこう下の方行っちゃうのかっていうのは、まあ、ここに、104円になってまた考えるって感じですね。 でここはたまたまあの上のプラントフラッグつきましたけど去年の10月2日ねこれね、うん、でまあ年末まで一旦落ちるんだけどやっぱりこうポー,ルポールポジションっていうのかな <laughs> 一番上まで来るんだよねこうねこことかこことかここら辺とか来てるんですよねでも上行くのかなと行くのかなと思いつつえ年末でえ1 2 3ですね年末の3週間のうちに、まあ、一気にこれ1000ピプス落ちたんですよね。1000ピプス、<laughs> 10円落ちたんですよ。1000ピプスってすごいよ、これ。100万通貨持つってたら3週間で1000万になるからね、これね。10万通貨でも100万円になりますから、10万通貨は2万円でいいですね。2万円が100万ですから50万円になるんですよね。 まあこういう年でしたね。で、今年は、だから、ここから始まって、えー、こう一つ。まあ、一つ、ま、美しいですね。これ、ただの半円ですよね。104円、104円。104円、100円ですね。で、ここは、あの、ペランドフラッグ頭つけてないんですよね。これ、ちょっとスペースがあるんですよね。だここも今回スペースがあるので、まあ、少し大きいですけど、スペースあるので、まあ、 ここもあったからね、ここはついたんですけど、まあ、あっても、スペースあってもいいのかなと。だからこ,うこういうト,トレンドラインなのかなと。本来はね。なので、今回は104円をこうって復習して、まあ、こういう円を描くと。まあ、こんな感じでいいのかなと思っております。わかんないですよ。ここまで、ここまでちゃんと来ちゃってね、ほんとこういうお、もっと大きな円でね、こういう円でここまで来て、 そのまま行くのかもしれないし下行くのかもしれないっていうのもあるかもしれないただ今までのこうやって見るとこういう円でこういう円で、まあ、こういう円だと、まあ、これはまあ一つ言えると思います はい、それとですね、えー、ちょっと長くなっちゃったんで、早くいきますけれども、えー、FX で億万長者になるための理論方程式ですね。えー、これちょっとね、お話しなければいけません。まあ、有料会員、無料会員の人、すべての人にお話ししたいと思います。まあ、今までのね、えー、まとめにはなりますけれども、まずですね、えー、1番目として、FX 中野理論の第1方程式がありましてね、 これはね、未来は誰も見通せないのだからっていうことで、あの、皆さんファンダメンタル分析とかテクニカルチャート分析やってると思うんですけど、まあ結構間違うよね。ロングって入れると必ずショート、下行ったりね。ショートって入れると必ず上行ったりしますよね。誰か見張ってんじゃねえかと。で、まあ結局ね、テクニカルチャート分析とかファンダメンタル分析みんな勉強してやるんだけども、ダウリロンとかね。 結局ね、あのやってもやらなくても,も分かんないんだよね。結局、結局損するから、だったらもうやんないと。で、FX はギャンブルであるっていうふうに、もうギャンブルだからどっちか分かんないって諦めちゃった方が早いよね。ファンダメンタル分析、テクニカル分析をもうやめちゃいましょうよと。で早々にギャンブル理論で勝負しましょうってことですね。 だから、まあ、コイントスとかジャンケンポンみたいなもんで、勝つも負けるも運次第というのでいいと思います。運次第でもね、あの、一応ギャンブル理論というのがあってですね、一応ね、勝つんだよね。で、第二方程式、中野理論第二方程式は、FX はパチンコ、バチスロ、ブラックジャック、ポーカーなどと同じで、資金を増やす方法が存在するんですよ、実は。あ、だパチプロって言うでしょ、まあ <coughs> まあ今ね、パチンコあんまり出なくなりましたけど、でもまだパチンコであの生活してる人っていっぱいいるんですよ。パチスロもそうでしょ。んで、まあ、ブラックジャックとかポーカーなんかっていうのは、ラスベガスとか世界のね、カジノでえ大会に出てですね、あの、ブラックジャックとか、まあ、どっちかっていうとポーカーかな。ポーカーっていうのも、その、ギャンブル理論があるんですよね。期待値計算理論があって、 えそれでね、あのー、理論通りやると勝つんですよ。絶対に。絶対にチキンが増えていくんです。なので、あのーえー、運だけじゃないんですよね。運を味方につけるために期待値計算をしていくわけですね。そして、ポーカーで、まあ、例えば世界の <coughs> ギャンブラーっていうのは、もうポーカーで毎年ね何千万、何,何億円って稼いでますからね。何十億円ってねパ。パチンコパチスローも、 皆さんの身の回りで、えー、パチプロいると思いますけどね。でギャンブル理論で、えー、FX 勝負していった方がいいんじゃないかっていうのが、まあ、中野研究会の発想ですね。はい、でだって、もうだってファンダメンタル分析やってもテクニカルチャート分析やっても結局ねあの、ノーベル経済学賞をもらった2人の 経済学の博士がですね、投資会社作ったんですよね、アメリカでね。そこでまあ株とかね、為替、先物などの投資会社を作ってやってたんですけど、結局ね、破産しちゃったんですよね、その2人ね。結局ね、ファンダメンタル分析とか、テクニカルチャート分析っていうのは、ノーベル経済学賞を取った人でもやっぱりだなんですよ。その代わり、ギャンブル理論だったら大丈夫なんだよね。 で第3方程式、期待値計算に損失計容率を掛け合わせた、えー、バルサラの破産確率を用いて資金は膨れて爆弾に増えて増えますと。まあ、これはね、ギャンブル理論ですね。まあ、何回もね、今まで動画で説明しましたが、またやりますよ。はい、で、第4方程式、損益率は一定以上に保つにしても、 利格と損失の実際のピップ数は相場環境に応じて変えなければならないと。えですから、あれですよね。あの、相場環境ね。相場環境ってあるじゃないですか。まあ、あの、さっき、さっき見ました通り、今、相場環境悪いですよね。こう、上にも下にも動かないんで、 だから、理確も、まあ、10ピプス、20ピプスぐらいにしないとダメです。逆にこういうね、こう、もうほとんど、後ろを振り返らずに、上り調子の時とかは、理確100ピプスぐらいにしてもいいと思うんですよね。で、損切り20ぐらいにしてもね。こういう時とかね。で、ここはちょっとまた考えないといけないですけど、こことかだね。理確100とか200にしてもいいですよね、これね。 逆にこういうところは、上行ったら下行っちゃうし、下行ったら上行っちゃうのでね。まあ、あの、例えば下手すりゃスキャルピングじゃないとダメだと。利確5ピップスぐらいにしないとね。すぐに、え損切りになっちゃうと。まあ、そういうことでございますね。それが、まあ、あの、相場環境に応じてですね、相場環境に応じて、利確と損切りの実際のピップス数は変えなくちゃいけないということですね。まあ、一応仕事しなければいけないということですね。 あとですね、第5方程式 FX において勝った負けたの概念は、利益が出た、損が出たとは違います。はい結局ねあの、負けなきゃいいとかさ、あの1ピップスでもあ勝ちは勝ちなんだっていう人がいるんだけど、それ負けたからね。で、なぜ FX で勝てないのかと。<laughs> それはですね、チキンリグイをしたら負けなんですよ。 で、これ、チキンリグユしても利益が出てるじゃないかと。1ピップス、2ピップスってね。利益出てれば、今回のトレード勝ちじゃないかと。そっちが負けだからね。期待値計算では負けですから。で、損切りを早めたら負けです。損失を小さく抑えても負けなんですよ。うん。だから、これ勝ちなんじゃないのと思ってる人がいるんですよね。で、この理屈でずっとやるから、お金増えないわけですよ。 で第6方程式、人間がプロスペクト理論を克服することはできないんですね。まあ、プロスペクト理論というのは、前にも説明して、MLMA、水皆さんは YouTube ですあの。またね、他の人の YouTube 見てください。なので、エントリーする際は必ず利確と損切りを同時に設定しなければならない。これはね、MT4 の,の IFO の予約注文か、スピード MT4 を利用してください。 まあこんな感じですね。それで、具体的にはどこなのかということで、まあ、具体例出したんですけども、具体例はね、利確40ピプス。ね。まあ、40は行く日あるよね。これね。毎日じゃなくてもいいんですよ。で、損切り10ピプス。まあまあいいとこだよね、と。で、勝率3割でいいよと、と、ね。3割でいいよと、と。もいらねえよ、と。え、3割でいいのと。 ね、三割って大丈夫って。大丈夫です。トレードで1回目負け、マイナス、損切り10ピプスだから、1回目は負けました、マイナス10ピプスだよね。で、2回目負けました、マイナス10ピプスですと。で、<laughs> 3回目勝ちましたと。勝率三割だからね。3回に1回勝つから。で、これは利確40ピプスだと。だから、あのー、勝ちってさ、勝ちじゃなくて。 漢字間違いねねこれね勝ち負けっていうのはあのきちんとですねえっとこの計画通りにですね利確40ピュプス行ったら勝ちですね20ピュプスで利が理確定したらそれは え期待値が下がるので、それはノーカウントですね。やってはいけません。はい。絶対やったらダメですね。それやったら、えー、もう、絶対に億万長者になれないし、億万長者になってないんです、その人ね。はい。だから、まあ、あのですよ、IFO とか、スピード MT4 で成り行きで入ってもですね、理学と損切りは自動設定されますから、あとは、見なくていいんですよ、チャートなんて。別にどっちかに行ってるから、理学されてるか、損切りされてるかのどっちかですから。 見る必要ないわけだよね。で、勝率3割でもいいわけ。そうすると、合計としてはですね、合計としては、あの、プラス20ピプスでしょ、これ。3回やって20ピプスじゃないですか。これね、マイナス10足すマイナス10足すプラス40は、プラス20ですよね。で、期待値っていうのはあの、トレード1回あたりの平均ピプス数ですから、これはプラス6.7ピプスですよね。 こう20を、まあ、6.67ですけど20を3で割ればいいからね6.67なんですよこれは100回やっても1000回やってもトレード1000回やってもトレード10万回やっても一緒なんですよ6.7なんですよ期待値は <laughs> 期待値6.7なんですよね <laughs> はいそうすると 1>, 1回ねだから 勝っても負けても6.7ピプスプラスになってるわけ。1回目負け、ちょっと待って、ね、これ見えな、ね、い。回目負けてマイナス10ピプスだけど、プラス6.7ピプスなんですよ。2回目も負けましたけど、プラス6.7ピプスなんですで。3回目勝ちましたけど、プラス40ピプスじゃなくて、プラス4 6.7ピプスなんです。はい。だから、こんな感じでいくわけですよね。そして、えー、これをね、じゃあいつになったら、その、 億万長者になるかってことですね。で、投資資金をまあ10万円。あ、これね、えー。FX 戦略研究所さんの FX 福利運用計算シミュレーターを使わせていただきます。いつもありがとうございます。えー、通貨ペアは、えー、ドル円ですね。で、投資資金は10万円。まあ、レバレッジはまあ70倍ぐらいかな。70倍ぐらいにして、1日の獲得ピクプ数は6.7でしたよね、さっきね。6.7。で、ここはレバレッジ。 あちょちょこれ70ね。まあ、あのこれいい1回の損失協率だから、あんまり高くするとですね、3回に2回負けるっつってもですね、えー、10回連続で負けたり、30回連続で負けたりするときってあるわけですよ。ギャンブル理論だからね。その時に全資金がなくなっちゃダ,ダメだから、 レバレッジは低く抑えなくちゃいけないということですね。で、1日の獲得ピプスは6.7ねこれ、この場合ね。はい。で、そうすると、勝っても負けても、1日6.7ピプスのプラスなんですよ。で、計算、6.7ないから、じゃあ7点。小数点入れられないからね。7ピプスで計算しました。そうすると、えー、最初のうちはですね、まあ、これ1日1回のトレードですよ。 一日一回のトレードで、最初のうちは、勝っても負けても4200円のプラスになります。ね。まあ、平均値取ってるからね、これね。そして、一日一回で1、一、一ヶ月二十日と計算してます。本当は22日あるけどね。平均するとね。まあ、土日しか休みないから。ただ一応、まあ、二十日として、まあ、あの、仕事行ったり休みの日もあるから、あ、仕事した風風の日もあるからね。一月二十日間、一日一回トレードすると。 で最初、自己資金10万円で、これどうなるかと。負けてもいいんですよ。3回のうち2回は負けますから。負けた、もうもっとね、いや、もうやってもいいですよ。10回のうち8回負けてもいいですよ。2回勝てばいいからね。いや、10回のうち9回負けてもいいですよ。それでも億万長者になる方法はありますから。で、そうすると、こうやってね、3ヶ月が終わったところで、10万円が129万3500円になってますよね。 そして、4ヶ月が終わったところで円、三百0 10万円が311万円になっていると。じゃあ、半年終わったところでどうなってるこの半年、6ヶ月ね。1800万円になってるんですよ。10万円が。はい。これ、トレードね、あの1日1回やってて、えー、<laughs> 3分の2は負けてるんですよ。普通そんな負けないからね。上か下かしかないんだから。はい。でそれで、じゃあ、1年後のどうなってるのかと。 一年後は十二ヶ月ですよね。ここですね。すごくないこれ。ええー、百万、千万一0万、1億、3億五千八百万ですね。三十五億五千八百万。それでこれ、XMU の場合は、一、えー、回でですね、五百万通貨しかかけらんないので、まああのー、何回か押すかですね、IFO 注文だったら、複数注文入れておかないとダメですね。 はい。で、まあ、35億5800万なってます。1年後ね。こんな感じなんですよ。だから、あのー、ギャンブル理論に基中野研究会のギャンブル理論に基づいてね、えー、やればいいって昔から言ってんだけど、いや、そんなことねえだろうと。うん。勝率関係ないから。勝率関係ないから。だから、あの、勝率1割でもいいわけ。10回のうち9回負けちゃうんだけど、1回は勝つんだよね、と。 それでも億万長者になる方法ありませんかありますよ。それありますよ、それはね。だから勝率を高めれば勝てるてわけじゃないんですよ。勝率が9割でね、10回のうち1回しか負けないと。9回勝ってるって言っても、その1回の負けが、そえっ、ー、と、損益率が悪ければね、1回の負けで全部持っていかれてなくなっちゃうんですよね。だから勝率 じゃないんだよね勝率だけじゃないんですよ。はい、このバ, <laughs> バルサラの破産確率表ですね。をずっと毎日眺めれば、えー、これ見えてくるものがあるんですよね。この、えー、FX トレータ奮闘記さんのバルサラの破産確率表のこのブログが一番いいですね。たくさんのバルサラの破産確率表のブログがある中で、この方が一番真実、真理をよく分かってますよね。 損失許容率との兼ね合い、この1回の、うん、投資金額、損失の損失許容率と勝率と、あと損,失損益率、この3つのですねマトリックスのですね立体的、立体マトリックスパラメーターをどういうふうにです、ね、捉えていくのかで、ですね、えー、変わってくるんですよね、自分の人生がね変わってきます。 それで <laughs> 勝率関係ないけど、まあ、勝率高い方がいいんだけどね。で、まあ、一応勝率の高いトレードとしては、五、え、頭、ー、海の中根、えー、9時40分からロングで入ると。で、9時55分,分で切るというのが、これ、勝率高いですね。うん。で、あと2、ロンドン時間初動のロング。まあ、4時5時ですね。冬時間はね。で、3、週足のピラントフラッグですね。まあ、さっき週足でやったピラントフラッグ。 を見て、えー、判断して上なのか下なのかと。あとスキャルピング。<laughs> スキャルピングはあのいつ、どんな相場環境でもですね、えーまあ、3ピプス取り、5ピプス取りってのはできますから、えー、スキャルピングってのは一番 <laughs> 手堅いですよね。はい。ということで、<laughs> 今日はですね、えー、これですね、FX で億万長者になるための理論方程式を ご説明させていただきました。FX の中の理論の中で、方程式が第6まであります。で、詳しくはですね、えー、個人コンサルティング2万2000円しますが、えー、個人コンサルティングをご用命ください。日本全国どこへでも行きますと。交通費と資格か,かかっちゃいますけどね。まあ、千葉県松戸市から近いところであれば、まあ、交通費だけ。または千葉県松戸市の松戸駅まで来てくれるんだったら、2万2000円だけで結構ですよ。 はい、あとは、えー、中野研究会は毎月1万円でね、毎晩ライブやってますからね、一緒にね、研究してますので、あとトレードでみんなでやってますので、そこに入るのも一つの手かと思います。それではねえ、今日は長くなりましたが、これで終わらせていただきます。千葉県松田市よりトム・クルーズがおすすいたしました。失礼いたします。